突然ですが、にゃんじろうの真似します。にゃー前回のあらすじ、とうとうたどり着いた。このアジトの幹部たちが、いつつちゃんのところまでたどり着いた。黒部一行。ここからバトルものの波動が感じられます。バトルものの波動をさ、いち早く出してるんだから、いえ、まさかのお母さんだからね、これ。どう見てもバトルものとは縁のなさそうなお母さんからバトルものの雰囲気が醸し出されています。そんな状態から始まる。いつきは、傷一つない拳に付着したコンクリート片を払い落としながら、足元の瓦礫を踏み越え、相手に悠然と足を踏み入れる。なんなん？いつき今は体鋼でできてるの？鋼の錬金術的な感じ。アルフォース・エルニックみたいな、そんな鋼の鎧の体とか、そんな感じなんか。もうもうと舞い続ける砂ぼこりを越えた席、広間の内側にいつきは立つと、自分に集まる視線の中から愛する我が子の姿をたどった。ママ正直ビビりました。完全に傍観人の反応である。5つの無事をその目で確認すると、いつきはその大きな胸をほっと撫で下ろす。この大きな胸ってところがね、もう重要ですよ。ここ重要ですよ、皆さん。おお、一人のお母さんの顔をしております。いつきの憂いを払った鋭い視線が鈴木たちを貫いた。きたお母さんの安堵の顔からいきなりボトルものの顔になりました。娘が長々とお世話になりました。これ以上はご迷惑かと思いますので、すぐに連れて帰ります。来てくれたか。おお、そうだ、猫屋敷に関してはちょっといつさんさらうことにはちょっと反対派だったもんな、どっちかって言ったら。てめえ、一体どこから。鈴木たちが事態を完全に把握しを得る前に、絵付きの後方に待機していた西賀と南谷が素早く左右に展開する、囲んだ。最後に黒部と上辺野も戦列に加わり、力回せの突入作戦は無事に成功したことを証明していた。丁寧に言ってるつもりだけど、すごい物騒なことをやってるから。いや、だからといって文字通り壁を突き破って突入するとは思ってもみなかったな。確かにな。これまた超絶ダイナミックな入室ですね。私も素手でコンクリートを砕く女性は生まれて初めてですよ。素手でコンクリートを砕く女性なんか、ランマ2分の1ぐらいしか見たことないぞ。驚いてる暇はない。造園が来る前に片付け。すごいな。ダイナミックなおっぱいだけでなかったんですね。すでに臨戦態勢に入っていたサイグが素早く切り込み、手近の数人を瞬く間になぎ倒す。仲間を倒されてなお慌てふためく部下たちの中で、一番状況を理解していた鈴木が真っ先に声を上げた。何ボケてやがれ、さっさと応戦しろ。奴らはガキを取り返しに来た侵入者だ。鈴木の怒声に部下たちは急いで足並みを揃え、侵入者たちを熱く取り囲む。それを皮切りに五木たちもまた背中を合わせる形で陣を構えた。戦いが始まる。結構多いんやな。あんま描写では描写さんはされてなかったけど、やっぱ多いんやな。いえ、ここまで来たら完膚なきまでに叩いておくべきでしょう。ここで彼らを逃がせば行方をくらますだけではなく、今度はマサト以上の悲劇の根を張る結果になりかねません。この国の先のためにも、彼らの安寧のためにも、悪に染まった希望の芽はここで一度完全に積んでおく必要があるのです。彼らのためにも、実現にはほど遠い無謀な夢を諦めさせることも、我々大人に課せられた大切な役目ですから。現実味、すごい現実味ですが、この戦力差では容易に殲滅可能とは思えません。如実な人数差こそあれど、その実力は天と地ほどの差が見受けられます。我々はサイガさんとイツキさんを主力に対応すれば問題ないでしょう。やっぱイツキママは主力になるんじゃ。
ツートップになってるんです。サイガと並ぶレベルの伊豆月さん。伊豆月ママがすごい主力扱いされてる。ツートップになってる。マサトという強制力にも近い統率者を失った今では、我々が足をすくわれ負ける通りは万に一つもございません。人数が多いけんな、多分指示待ち人間がたくさんおる頃だろう。指示待ち人間がたくさんおるんだろうな。チェーンズって下の方に行ったら、上辺野の本気を悟った黒部もまた戦いに身を投じる覚悟を決めた。黒部って意外とそこそこ強いけんな。不良を力で圧倒できるぐらいの強さはあるけんな。わかりました。彼らチェーンズの時代もここで終わりにしましょう。そう、終わらせなければならないのです。そうだ、トガ人である私に課せられた最後の責任。ああ、そうか、上辺野って一時チェーンズに属しとったもんな。ちょっとそれの自責の念もあるんかな、もしかして。壁際に退避していたの、壁側に退散していたの、退散していたの田中と佐藤の視線がかつての仲間だった上辺野に向けられていた。あれってもしかして上辺野さんじゃね。多分もしかせんでも上辺野さんじゃ。こんな服装した人現代にそんなおらんぞお前。京都か、京都かってなるよな。マジかよ。ってことは助けに来てくれたとか。いや、どう見たって敵対心バリバリに見えるけど。マジかよ。ってことは俺たち上辺野さんと戦うとか。主戦場の中に立つフレディーンはまだ上辺野の存在をいち早く察知していた。ああ、同じ戦いに身を投じた仲やもんな。あの着物の人、忍者さんのお友達？イエス。前に同じチームにいた人で、少し前から行方をくらませていて心配だったのですが。なんか友達を心配するような感覚やな。フレディは5つを連れて部屋の中央から離れる。危険です。少し離れて見てみましょう。ママ頑張れ。いつの手を引きながらフレディの視線は上辺野の姿を追い続けていた。もしかしてあなたはミーたちの。おやすみ。兄さん、黒部さんの直営には私が。兄さんは樹さんと一緒に敵の主力をお願いします。任せる。黒部から離れるなよ。もう黒部はとりあえずこういう対処の一人なんやな。いつも通り、いつも通りって感じかな。はい、兄さんこそくれぐれも無茶はしないでくださいね。残像が見えた気がする。今残像が見えた気がする。敵主力集団に単独勝ち込みを決めたかけた伊豆木を追い、最後も数十人の陰キャ言うなよ。かわいそうやけ、陰キャ言うなよお前が立ち並ぶ先生に飛び込んだ。まあ俺だってリアルでは陰キャやけん人のことは言えない、言えないんだ。一方、怒涛の勢いで最深部にたどり着いた樹は、次たち敵主力を前に拳を構えていた。普通だったらさ、この W のさ形はさ、女の子としてはキャピーの文字なんやけどさ、全然キャピーしないからな。むしろバックに虎のなんかオーラが見えるからね、虎っぽいオーラ。子供の手前、うまく加減ができるかわかりません。怪我をしたくない方は両手を頭の後ろで組んで伏せていてください。テロリストのやり方じゃん。両手を頭の後ろで組んで伏せさせるってテロリストのやり方でないかお前。その優しげな言葉、かっこ物理の前に圧倒され、おっぱい目当てで樹を取り囲んでいた男たちは、無言で後す。おっぱい目当てだったんか、お前ら。わかる。わかるぞ、お前ら。どうしてでもおっぱい目当てになってしまうよな。多分、結構大きく暴れ回ることになるだろうけど、おっぱいの揺れには注目だぞ、お前ら。その中には、怯えた子犬のように涙目でプルプル震える者もいれば、ジャンピング土下座の勢いで地に頭を吸い付ける者もいた。これが最近によく聞く、嫌な顔してパンツを見せてもらう的なアニメのやつじゃないの。
嫌な顔しておっぱいの揺れを見せてもらうみたいな、そんな感覚になりそうな感じがする。小持ちの主婦勢が何を言ってやがる。てめえらたった5人が俺ら100人相手に勝てると思ってんのか。うん、こんなこと言おうんやけどさ、実際のところルシフェル、お前、あ、ルシフェルって言うじゃダメだな、スーキー、お前喧嘩強いの。ちょっとその辺ちょっと俺分からんのやけど。その手のセリフも久しいですね。JC、JK、JDS、 昔は耳が腐るほど聞きました。中学生の頃からスケバンやってるの。スケバンか知らんけどさ。だからなんだよ。やんちゃなガキにお灸を据える程度のことはあっても、本気で焼き入れて締めることは家庭を持ってからなくなりましたから。うわ、歴戦の猛者やな。おいおい、随分と口の悪い母親だな。そんなんじゃガキの教育にめっちゃ悪いぜ。女相手だからと軽口を叩く鈴木に対し、いつきは隠していた牙の片鱗を見せつける。まだわかんねえのか、この腐れ土手の女にはめることしか頭にないてめえらの玉取るっつってんだよ。あれ、はあ、誰が誰の玉取るって。いつきは拳台のコンクリートの破片を拾うと、そこに躊躇なく反対の拳を叩きつける。人様のガキに手出しといて調子いいこと言ってんじゃねえ。その使い道のないゴミみてえな頭と股間の玉勝ち割られていく。あれ、突然なんか卑猥な言葉を聞こえてきた気がする。ゴクゴクメンチビームを鈴木に飛ばす。いつきの手の中には粉々に砕かれたコンクリートだったものが飛散していた。あら怖い。何の笑いだよ。何の笑いだよ今のは。どういう意図の笑いだったのこれ。なんでこの題名で笑い始めたんだルシフェル、鈴木。え、何の話だ。どういう意図でそれ言って、その言葉言ったのルシフェル、お前。おい鈴木、さりげなく。あ、これダメだ、戦ったら死ぬやつだみたいな感じになってるだろお前。だった、あの主婦怖い。おいお前、ね、お前中学の英語の教科書で出てきたキャラクターみたいな目するなお前。お前。いや、お前が煽ったんだろ、責任持ってお前が相手しろよ。待てよ、今の中学生ってグリーン先生って知っとんかな。もう今の英語の教科書にもう出てないんかもしれんな。キレたいつきお前に完全にビビり腰な鈴木であった。お前絶対喧嘩弱いだろ。他のブロックの連中も呼び寄せろ。何気にこの映画っぽい感じの黒い部分が出てきたよ。それでも交戦の意思を見せる鈴木の命令に、佐藤と田中は無茶ぶりと言わんばかりに首を横に振るしかなかった。いや無理ですって、だって見ました、今コンクリ突き破ってきたんですよ、コンクリですよ。コンクリをめっちゃ強調してくるな。あの女パワー系ってレベルじゃねえぞ。どこからそのパワーが出てきてんだろうな。佐藤の至極当然のツッコミに周囲の仲間も力強くうなずいていた。完全に声優を失っていた田中たち、にゃんじろうがカツを飛ばす。なんでお前なんだ。次、田中、佐藤、これまでの辛い修行を思い出せ。あの地獄を乗り越えたお前たちならやれる。お前なんだよ。何が分かったんだお前は。なんでニャンジロの言葉は分かった。なんでニャンジロの言葉は分かった。猫だよ。お前猫の言葉分かる。非国当然なツッコミが出てきましたよ。これがシリアスな笑いってやつですかね。佐藤、鈴木、長橋、やつらに日本で最も多い名字ベスト3アタック。多分元ネタはジェットストリームアタックなんだろうけどさ、名前が長いし地味。4位じゃダメらしいわ。メダル持ってない人じゃないとダメらしいわ。そう、こうなったらやけく
この戦いで俺も3位の高橋の壁を限界突破サバイバーしてやるぜ。限界突破サバイバー。いや無理でしょ。てか何猫と喋ってんの。修羅場やけんちょっと能力が覚醒した感じやな。あの修羅場になったらなんつうか窮地に陥ったら覚醒する主人公があるよね。でもお前は主人公じゃないよ。痺れを切り出したイツキが開幕の方向かっこ大を上げた。ティガレックスか。お前はティガレックスか。後から泣いて詫びたって許されると思うんじゃねえぞ。明日の朝刊乗ったぞてめえ。ああ、ティガレックスどころじゃなくているね。ちょっと黄色になったラージャンあたりの感じやな、これは。男たちは肩を寄せ合い、揃ってこんな顔になっていた。わかる。わかるぞ。時間をかけるつもりはない。敵の頭を取る。陰キャ集団を手早く壊滅させたサイガは、早々に狙いを鈴木に定めていた。本物を叩くやつじゃ。一気に本物を叩く。サイガは周囲の雑魚には目をくれず、鈴木に向かって最短距離で敵集団の突破を試みる。なんか特徴的なシルエットなんだよな。なんかこのゲームのさ、あのシルエットでさ、ちゃんと抱えてないシルエット系のキャラクターってさ、ちょっと個性的な部分はあるんだよな。ヘルメットかぶってるシャーロック・ホームズっぽい感じ。対する鈴木も当然それを黙って見過ごすつもりはなく、周囲の部下数名をサイガの敵に向かわせる。左右から同時に迫る猛撃を、セイガは酒も防御もしなかった。おしくらまんじゅうしてますね。敵の攻撃を真っ向から受ける覚悟で、カウンターの時期を左右に向けて放つ。ゴイエ。これ、いえ。多い名字ランキングの上位ばっか集められたんか、チェーンズって。6位。5位と6位は沈黙。もうさ、名字じゃなくてさ、何位かで呼ばれてもおかしくない感じになってる。その的確に急所を狙った一撃を受け、先の二人の男は糸が切れたように地面に倒れた。そんな攻撃で止められると思うな。これで7位だったなんかの名字が繰り上げで上位に上がっていきます。ダメージをもうともしないサイガは鈴木直進する。ちょっと今マリオっぽいジャンプしたな今お前。エリコー。次の男たちが倒れた仲間を飛び越え、サイガの行く手を阻む。これが7位と8位かな。繰り上げで5位と6位になったな。9位だったわ。あれ ?9 位だった。小林、かっこ9位。サイガは生まれつき自分に備わっていた天性のフィジカルと、痛覚の驚異的な許容範囲を早くから自覚していた。そして、その能力を生かしたご利用しようの戦闘こそが、自分のポテンシャル最大限発揮できるスタイルということも。解説の内容はちょっとグラップラーバキ的な感じになってきている。加藤10位。加えてチェーンズはマキシマイズの戦いで主戦力の大半を喪失。不良組織としてのレベルは全国下位クラスにまで低下したことも、この先に待つ確かな敗北につながる要因の一つだった。そしてマサトやウエブロといった組織を束ねていた上位陣の不在、北斗やゲロインのような幹部クラスの席すら埋められていないこの状況、地ならしのごとく強烈な勢いで迫るサイガをスルバにいる誰も止められはしなかった。ランボルギーニ。その光景を黒部とウエブロが背中を合わせながら見守っていた。こっちの王将はすごい気楽な感じで。これ見てるこちらがハラハラする戦い方をするのですね。ちょっとあの感染しておる側としてはなんかちょっと興奮盛り上がりがいい感じかな。ボクサーとかそういうに向いてるかもしれない。上気を逸した痛みへの耐性、それこそがサイガ君の持つ最大にして唯一の武器ですから。悪い言い方をすると魔導です。一見すると無謀にも思える泥臭い戦法ですが、相手からしたら恐怖以外の何者でもないでしょう。何せ
相手の攻撃にはほぼ無反応なのに対し、反撃は最大のリアクションを瞬間的に返してくるのですから。勢いがすごいんだよな。ダメージリアクションを極限まで抑えた攻撃特化スタイル、常時スーパーアーマーを持っていると言っても過言ではありません。恐ろしい。まさしく。それを抜きにしても荒削りながら相当の使い手、庶民敵には回したくありませんね。ミスターアンストッパブルって呼んであげよう。やばい、伊藤と渡辺と山本と中村もやられた。山本と中村おった。小林と加藤も、あっちゃヤンママが勝った。こっちの合宿イケメンがチートすぎて止まんないし。やめてやめて、エツキママやめて、ちょっと周りの雑魚でハンドスピナーやるのやめて。 YouTube で子供に人気だからってハンドスピナーやめてお前。理不尽な戦力差から死を覚悟した田中と佐藤は肩を並べて震えることしかできなかった。誰だお前、突然なんか意味ありげなハテナを出すな、お前は。おうおうおお、二つの巨大な足音が広間を揺らす。その振動の発生源でもある二人の力士の姿を、サイヤはいち早くに視界の先に捉えていた。任せるでごわす。お試合勝負なら、お手立ちの土俵でごわす。ハフハフ息をしながら四股を踏む力士たち。その巨体はサイガを優雅に見下ろすほど厚苦しい威圧感をまとっていた。うん、出るゲームを間違えたからのごとくキャラクターですな。力士顔負けの巨漢コンビがついに動くか。力士顔負けってこいつだから力士じゃないの。もうここまで力士っぽい見た目醸し出しておいて力士じゃないって言ったら詐欺だぞお前ら。もう見た目の詐欺だぞお前。やめて、メタ発言できたことやめて。遠回しにキャラ考えるも飽きてきたやがこんな感じにしましたっていう作者さんの意図が見えてくるよ。やめて。現行メンバーの中でも屈指のパワーを持つ力士コンビの土俵入りに、田中と佐藤は失っていた目の輝きを取り戻しつつあった。最後は速度を落とすことなく全速力で力士2人に見かけて突き進む。この名前から察するに、お前ら吹っ飛ぶぞ。二人合わせてちゃんこちゃん。お、最後は視線も交わそうともせずにすれ違いざまでその剛腕でカマセの溝落ちを深く突いた。お前、力士だからってちゃんこって言葉を対応するんじゃないわ。無駄遣いはやめなさい、ちゃんこの無駄遣いは。その拳から離れた荒れた衝撃はカマスを襲い、これを背後に立つ雑魚までも地域で傷させる厚みを持っていた貫通属性。貫通属性ですね。西学のパンチには貫通属性があるらしいですね。これは強いですね。慣れ合いをするつもりはない。歴史二人が地に伏した揺れをその背中で感じながら、最後は改めて鈴木に向けて進み出した。ただの腹パンで力士を二枚抜き、ありえねえ。もうダメだ、おしまいだ。進撃の巨人みたいな感じでやめろお前。確かにこの確かに絶望的だけど、田中と佐藤は生まれて初めてここから心の底から震え上がった。真の恐怖と決定的な挫折に恐ろしさと絶望に涙すら流した。諦めるな。また出てきたニャンジロー師匠、ニャンジロー師匠、はあ、そんな二人をニャンジローが鼓舞する。てかお前はどっちの味方やねん。でもニャンジローさん、俺たちのクソ雑魚戦闘力じゃあんなチートかないっこねえよ。というかいきなりインフレしすぎだろ、ドラゴンボール。今回も当て字がなかったドラゴンボール。無理やりに孫悟空のモノマネでもせんでいいよ。その言葉にニャンジローはニヤリと笑ってみせた。
田中と佐藤に残された逆転の一手、それはフュージョンだ。あ、ドラゴンボールでそういう意味だった。もうドラゴンボールネタで攻めてくるかと思ったらさ攻めてきたなと思ったら、そういう感じ、そういう感じで繋げたかったんじゃフュージョンに繋げたかった件、ドラゴンボールの言葉で出して始めたんじゃ。なるほど、ちょっとつなぎがうまくやってるなお前。その手があったかじゃないよお前、普通はねえんだよ。フュージョンに希望を見出した田中、その顔つきは地球育ちの戦闘民族を彷彿させた。え、田中ってもしかして、え、クリリンの中の人の田中真弓さんのちょっと意識しとんのもしかして。いや、どういうこと、俺にも分かるように説明して。というか田中、お前そんなキャラだったっけ。名字だけや、関連性名字だけや逆に佐藤は自分のキャラを知りつつあった。佐藤って名字のアニメ声優さんって誰かおったかな。佐藤、佐藤、下の名前忘れたけど、評価のチタンダエルの声優さんが佐藤なんてからっていう人だったような気がする。どうでもいいか。日本で最も多い名字、2017年版ランキング4位のオラと1位の佐藤がフュージョンすれば奴らにも勝てるかもしれねえ。それ名字重要なの。うん、重要じゃないですね。なんならドラゴンボールのキャラクターってさ、名字ないキャラクターが多いよむしろ。ほらほらほら、あー、まだ半分のスピナーやってるお前。前に出ろ熱唱にぶち込んで、その汚ねえ面二度と見せらんねえようにしてやっ。まだハンドスピナーやってる不良グループの雑魚でハンドスピナーしてみたって動画ができそうな気がするんやけどお母さんさっきから口悪すぎあと手の癖も悪いなこれ。絵付きの周囲には力尽きた男たちの山が築かれていた。なんて恐ろしい木だけど、ほらめっちゃワクワクしてっぞ。え、それは絵付きママに責められたいってこと。まずだなお前も。急げ、今のお前たちなら20名慶応圏にも耐えられるはずだ無理やりちょっと野沢雅子的な読み方したなお前20米って本家の孫悟空もそんなにいいこと言わんぞお前20米ってなるぞお前そったれ、やればいいんだろう、やればさっさと気を合わせやがれ。ベジータやめろお前、ベジータお前。覚悟を決めた佐藤もだ、戦闘民族のおじらしい顔つきになっていたやめろお前、顔もベジータにするんじゃないわお前。どうなるやろ。きたー、光ったー。ああ、私も参りました。どうしたキョウちゃんどうしたんや突然。キョウちゃんどういう意図でいきなり出てきたんキョウちゃん。南屋も燃え尽きていた、メラメラとな。大丈夫、この後個室で二人っきりでイチャイチャしよう。いびき兄さんだけならまだしも、いつきさんがあんなパワフルな方だったなんて想定外です。その上、上辺野さんや黒部さんも普通にお強いですし、直営に入った私もむしろ足を引っ張ってサポートされてる始末。ボディーガードとは何だったのか、かっくり。え、きょうちゃんはどちらかというと癒し担当だから。あ、食べた倒れちゃった。あー、スタッフ、救急車、担架を呼べ、担架を、担架を。自分の存在意義と戦っていた南屋であった。おう、周囲の安全を確保した上辺野が背中を預けていた黒部に声をかける。黒部さん、息が上がっているようですが、お怪我はありませんか。黒部何もしてないやん。黒部は何もしてないよちょっと戦いを観戦しながら上目のとちょっと話してただけだろお前は。黒部はやや乱れた呼吸を正しながら、戦闘で薄く汚れた頬を流れる汗を素手で拭った。あ、黒部も戦いよったんだ。ちょっと僕なら大丈夫です。西賀君のようにとはいきませんが、1対1の状況さえ維持できれば
彼らに遅れは取りませんよ。うん、クロメもそこそこ戦えるタイプの人間やけどな。授業で行う戦闘訓練とはまるで勝ちが違う。授業で戦闘訓練やってんの。白蘭高校義務教育に中に戦闘訓練とかあんの。エリートは戦いつくよ持たなあかんのじゃ。そうなんじゃ。手加減抜きの喧嘩。無傷とはいかなかったが、黒部は最後まで戦い抜いた。無論、つかず離れずそばにいた上野の的確なサポートがあっての結果だが、単独で10人もの敵を撃破したことは、実戦経験の浅い黒部にとって快挙にもふさわしいものだった。頼もしい限りです。我々も追払いの役割は存分に果たしました。上辺野は黒部の倍以上の数を相手にしてのもかかわらず、依然として相当な余裕を残していた。残る主力は西賀さんと五木さんにお任せするとしましょう。そう役目を終えた鉄線を素手のたもとにしまうと、静まり返った広間に残る数少ない敵を顔を向ける。何なんだよこいつらの化け物じみた強さは。一方、鈴木は何もしてなかった。戦いは五木たちが終始圧倒的に優勢のまま決着した。五木たちの中で目立った負傷者は存在せず、かたやケインズは再起不能なレベルの壊滅に至る。鈴木に関してはさ、この戦いの中でやったことといえばさ、昔の英語の教科書に出てくるキャラクターみたいな目に立っただけやけんな。広間の外にまで及ぶ投げ捨てられた残党の山々は、その戦いが鈴木たちにとっていかに無理ゲーであったかを物語っていた。残りは俺と鈴木、フレディさんくらいか。フレディ生き残ったわ。状況を鑑みた猫屋敷が諦めたように鈴木の横に立つ。あれ待てよ、ところでさ、どうでもいいけど、猫屋敷ってさ、あの名字ランキング、有名な名字ランキングで何位ぐらいになるんだろう。だいぶ下の順位やな。何千何百何十何位とかそのあたりだろうな。ここらが潮時じゃないのか鈴木。おとなしく彼らに五木ちゃんを。ふぬけたこと言ってんじゃねえぞ犬丸。俺たちはもう後には引けねえって言っただろうが。え、お前猫屋敷の後ろに引いていっただろうさっき。投稿を提案した猫屋敷の言葉を厳しい顔をした鈴木が強く拒む。バトル漫画出身みたいな連中に勝てるわけないだろ。現実が見えてねえのはてめえだ犬丸。今の俺たちには戦う以外の選択肢なんか鼻からねえんだよ。いよいよ覚悟の決め時は何だと付け加えると、鈴木は自分たちの目と鼻の先に立つ侵入者たちに体を向けた。あの男はこの打天使ルシフェル様が相手をしてやる。お前はヤンママの方をどうにかしろ。さらっと一番ヤバい相手の方を猫屋敷に回したな。断る。俺は女子供とは絶対に戦わん。ああ、猫屋敷さん、そのスタイル貫いてください。応援してます。戦え、これは命令だ。追い詰められてもなお己の心情を貫こうとする猫屋敷を鈴木は嫌をなしに睨みつける。互いに土器を含んだ沈黙が しばらく続いた。調べてきた。つか調べてこれるもんなんじゃ、調べて出てくるもんなんじゃ。66,506位。万いった。万いっちゃった。そうか、何千っていう見積もりが甘かったんだよな。あー、確かにこれまで一回も猫屋敷って名字の人と出会ったことないもんな。そうか、先に諦めたように大きなため息をついたのは猫屋敷の方だった。降参しますか。そのつもりだったが気が変わった。あれ、いつになく真剣な表情の猫屋敷が五木の前に立つ。降参の意思があると受け取っていいんですね。不本意だがな。お、猫屋敷が珍しく本気の顔になった。手を伸ばせば届く距離で二人は向き合う。五木ちゃんは返す。だがそれは俺と戦ってからにしてもらいたい。ん？
繰り返しますが、手加減はできませんよ。なんだろう。構わんさ。やったことがやったことだからな。手心を加えてもらえるとは思ってない。ガチでやるのか。無言で構える樹に、猫屋敷は棒立ちのまま答える。あやや、これは凄まじい戦いになりそうです。不動にも近い彼の顔には曇り一つない。樹さんと互角に渡り合える自信があるということか。無言のまま火花だけが散る状況。周囲はそれを数を飲んで見守っていた。この勝負、一瞬で決まります。先に一瞬でも隙を見せた者が負けってことか。先に声を上げて動いたのは猫屋敷だった。どんな技が出てくる。じゃんけん一本勝負、最初はグー。はあ